チートですやん。わあ、来たるべき新王朝モーグウィンの王にして大司祭なるものの証、あるいはその見果てぬ妄想の証。妄想かよ。地防御高そうだな。地防御ちょっと待ってや、いろいろ買ってくるから。指に触れるって発想なかったな。そういえばよ、あ、あれ今なんかと、あーそっか、だからあれ、あの塔に行かなきゃダメよな。開かなかったところのうち何個かまた開くようになったんだろうけど、ちょっと行き方忘れたところ一箇所あるんですけど、これもう一個ぐらい買っておくか。博士ズラン9が3個ある。20個買っちゃう。半端だからもう1個買っちゃう。13個買っちゃう。ああそっか、これが2個になったか。トリーナ、これ何でしたっけ、血のヘリケ、いつ取ったんだっけこれ。王朝、王朝剣技ってなんだ、いつ取ったこれ。今取ったんかな。死体やすアサリ、あーこの辺な。はい、バトルハンマーなんて鍛えたんだっけ俺。腐敗したバトルハンマー、あーこれいいかもな。これあのラダゴンと戦う時にあいつもなんかこのハンマー使っとるやん。これどうですかこれな。これ結構ひるみ取れんじゃないの、ひるみっていうかね。お金が足らない。250プラス112、筋力補正 B。 はい、てなわけで今日はこの辺にしときましょうか。でちょっとトナル触れたら起動する。あっ違う、甲骨か。はあ、なんかこううっとりしちゃってるってこと。自分のあれにうっとりしちゃったってこと。それだけんだよー、なんかあれや。なんかこの辺なんかないのか。あそっか、ここだと松明掲げることもできないんだ。そこどうやって上がったのこの人。あ、調べる。え、あ、なんだ。なんで。はい、じゃあ明日はそうしたらもうここの攻略ですよね。この辺からワープしたんだよね。ちょっと一回さ、あのなんかこの霧でさ、見えねえところでさ、なんか矢ピャンピャンって撃ってくるあの馬っこ乗ったやついるじゃん、あいつをどうにか一回してえな。はい、ってことで、今日はここまでにします。お疲れ様でした。あ、どうも。6月19日今日のエルデンリングです。ってことで、ちょっとこの辺の探索をまた引き続きやると思ったんですけど、ちょっとあのまた新宅の塔にちょっと
行きてえなと思ってました。空いてないところが何箇所かあるじゃないですか。ここ、あれ？ここは空いたんだっけ？あ、空いてんのか。あれ？いや、この行き方を本当に忘れてしまいましたよ。え、ここも行けてるんだよね。だよな。あれ、あそこどうやって行くんだっけ。なんか転送で行くんだったと思うんだけど。ここも入ってるでしょ。入ってるぞ。あれ、思い出せない。なんかさ、最初に、だいぶ序盤でこう、ここに来たところあんじゃん？そこに今行けないんだよね。あれ？ほんと序盤も序盤で、なんか、この辺の転送の罠で飛んだんだよね。もう一回それやんなきゃダメってことかな。なんか、これかな。ちょっとここ行って、セレン姉さん第一形態なのこれ、わかんないけど。で、ここ行くか。魔女封じの背景。なんかこの外になんかあんのかな。え、これ倒したとて何も変わんないでしょ。なんもねえよな。これもまあなんか多分今更なやつなんだろうけどね。なんかその師匠が二人おるっていうのがどうにもこれ前か。このおじさんはもう何も買うもんはないよね。何回も来てる気がするけど、あ、ないね。なんかその、ここから飛んだ先の転送門があって、いつだか急にあの転送門がね起動してたんだよね。あの自力でだからエレベーター上げてそこに到達した時に、うん、起動してたんだよね。そうそう、それ覚えてる。あ、え、あ、壊れた。初めて壊したかもしれん。痛えな、この野郎。初めての転送。はあはあはあ。これ今起動するでしょ？あ、え？あー、そっか。もうこうなっちゃうとここ来れないんだ。もう下行けないんだ。下もね、ダメだもんね。通じるあれがないもんね。あー、これ再度点火なんだ。ははは、そりゃ来れねえわけだな。多分この左側の転送門が生きてる、生きてる。はい、これで飛んだんじゃないか。うんうんうん。これ入れるんじゃないかな。マジっすか。あれ？
コズ足りん。え？ここは上行ったけれども、まだ、受け取ってないとかでしたっけ？これな、あの収録データ見てギャー言うてや。これや。長っ。いや、長っ。途中下車か。いや、しても意味ないだろ、それ。あんのかな。死しか見えないけど。撮ってんのか。基本的にだからあ、中に入れて、入れる時点でその資格があるはずだから、取ってないってことはありえないんだよな、きっとな。と思いたいんだが、ちょっとわからないんで、もう一回ちょっと、ここさっき見たっけ？やべや？こうやって行けんのかな。さっき見たと思うけど、一応もう一回見に行こう。だよなぁ。ここだけ、ここに祝福あるの。はははは。取ってないや。これか。これでした。切ってたけど取ってないパターンか、これは。これしかも一番最近来たとこじゃん、これ。召喚した霊体に血の祝福を与える。侵入時に大ルーンの幻影を入手。という意味や。モーゴとの双子、いや、そうなの？あ、まあ、似てるな。なんかずんぐりな感じが。血の祝福を与えるの意味がわかんない。まあこれだろうな。どんぐらい伸びるかわからんけど。あ、そう、これここじゃダメか。ん？ここでできるっけ？血の恩恵ってなんだ。はい、オッケーオッケー。また一つ解決。あとここここが入れてない理由は、あれ、ちょっと待って、ほいでさっき、これか。お、え？そこだよね。転送できるようになったね。ね。再着火なんだな。じゃあちょっとここ。そうっすね。とりあえずこの2箇所。ここも行きたいな。うわ、くだ。あかんあかん。ちょっとこっち沿いに行ってみようか。ああ、なんかあるぜ。13。ロックオンセンサーに反応あり。なんだ？
前か。いやー、すごい毒だなお前。高濃度すぎるだろお前。いっぱいいる。しないで、飛ばないで。しないで。飛ばないで、飛ばないでって。むむ、それだけかよ。ヒュンヒュン言うとらな。うっ、ヒュンヒュン言うとらな。え、どこ？ん？あれ何？それ？二体？結構遠いか。なれば。はい。近いか。うん、もっといいものかと思ったのに。ミケラ？なんや、なんかでかくないか。あ、でっかちゃん馬車か。そうだ、これも気にはなってたな。待て！ふざけんなよ、半分持っていってんじゃねえかよ。半分はねえわ。あれ取りすぎた。いてえ！デッカちゃんだけにしてんな。え、犬や。こんなとこでこのモコモコ犬が出てくるとはな。舐めるんじゃないよお前。ホスって感じだな。え、血吸わせろ。まだおる。いやー、このデッカちゃんまた硬そうだな。おい、なんぼ425。ああ、これはさすがに火に弱い。イエティだ、完全なるイエティ。
なんかイエティってさ、お家でお茶しようみたいな感じね。イエティみたいな。いや、余計なこと言わないで。集中して。危ねえな。まあ、何しろ。この状態ですでにあれですか？お宝。まあ、何見てんのそれ。ああ、いっちゃう。もらうもんもらっちまうさ。トリーナの、え、これなんかあれじゃないですか、眠らせる。おお、へえ、これ何が足りてないの俺。え、ん、必要能力、ん、何が足りてないのこれ。あ、進行か。全然足りひんな。そんなのあるんや。あれ、ちょっと待ったってください。こんなところに洞窟のあれが。上、あ、こっちね。この辺が怪しい。ほうほう。そこのデカちゃんもほふるか。ああ、ああ。